先月30日、蒜山振興局で開かれた蒜山の自然を学ぶ会には、蒜山地域の子どもからお年寄りまで合わせて12人が参加しました。この日は蒜山ガイドクラブのメンバー、足立光一さんと山田信光さんを講師に、クルミの一種の鬼ぐるみや蒜山の自然について学びました。皆さん鬼ぐるみを知っておられますか？初めに足立さんが鬼ぐるみの特徴や鬼ぐるみを食べる動物などについて説明しました。雌花で、この紐みたいなのがぶら下がっていますが、これが雄花です。クルミの木は、雌花と雄花が別々にあります。この後山田さんが、鬼ぐるみを含めたさまざまな種類のクルミや木の実、それを餌にしている野生の動物について紹介しました。蒜山の自然を学ぶ会は、蒜山の自然について知ることで興味を持ってもらい、子どもから大人まで自然に出る機会を増やそうと蒜山振興局が毎年開いています。参加者は2人の講師から説明を聞いた後、市の職員が事前に用意した生の鬼ぐるみと少し火を通した鬼ぐるみを金槌や小さいナイフなどを使って実際に割って食べました。あ、割れたよ。すごい。ほら割れた。頑張った頑張った。まだやな。おいった。やったやったやった。いった。できた。けどなんかさ。だからね、柿野さん、私の秘密兵器を。また参加者は生の鬼ぐるみだけでなく、鬼ぐるみをすりつぶしてペースト状にし、醤油と砂糖を混ぜたタレを焼いた餅につけて食べました。参加者の一人は、数ヶ月前に蒜山に引っ越してきて、くるみがたくさんあったので拾ったが、割って食べる方法がわからなかった。今日はとてもためになりました。来てよかったですと話していました。